新看護プログラムは、筑波大学名誉教授の神谷勝子先生らが開発された、遷延性意識障害、肺葉症候群患者の生活行動回復看護です。寝たきり状態の患者さんが、他者に委ねる生活ではなく、関節などが固まり、動きにくくなった体を改善するように働きかけ、患者さんが、 健常時の生活を思い出せるような刺激を行い、生活していると感じ、行動できるようにアプローチするものです。ただし、新看護プログラムは、看護師が患者さんそれぞれにどのような方法が良いか判断して行うものですので、療護施設で相談し、アドバイスを受けられると良いでしょう。